レミゼラブルというミュージカルがございます。あの中で、もちろんジャンバルジャンというパンを1個盗んだがために15年も刑を服役してっていう男性の物語でしたけれども、そうではなくて、あそこに出てくるフォンテーヌというかわいそうな女性の物語が一緒に入ってきますけれども、その彼女が娘コゼットを思う思いっていうのもすごく物語には深くこう秘められているように思います。そのミュージカルの中から1曲、お聴きいただきたいと思います。夢破れて、フォンテーヌの心をまず皆さん聴いていただきます。コゼット、どこにいるの？今どうしてるの？お腹空かせてない？毎日を幸せに生きてる？必ず迎えに行くからね。それまで元気でいてね。あなたに会えるのを楽しみに待ってるわ。コゼット、愛しいコゼット。夢を見ていたわ、望み高く生きて、愛が全てだと神は許したのと、若く勇気あふれ夢は輝いてた。Thank you.